硬くて。違うコンパクトだって。よいしょ。おはよう、みんな。コンタクトを入れます。おいちゃん、虹ありがとう。健康診断頑張れ。今日の気温はどれくらいかしら。よし、キャー、家もあったかい。ニキビポッチ。
タテープ、タテープ、タテープ。タテープ見当たらないけど。ないんだけど。テープがなくなりました。やだよ。なんで？捨てた？ピエン。方がちっちゃいんだよ。なんか早く目覚めちゃった。眠そうだけど、まだ10時、あと30分寝れたけど起きたよ。眠そうだけど、眠い。終わるか。どうぞ。テープどこ行ったんだろう。ピエン、ご飯食べてメイクしなきゃいけないのに、こんなにのんき。また時間なくなる。あっどこにあるか知らない。生体あよん。ちょっと待って、私の尻尾どこにある。食べるか、ご飯。
水の伝えテープどこ行ったの。何アスカちゃんのトレンド入りしてる。いつもさグラタンとかドリアとかさ食べるんだけどさ、朝ごはん食べきれないんだよね。一つ半分のサイズが欲しい。まあ食べきれなくても置いとけばいいんだけど。うわ、テレビぼーっと見てた。だいたい目線がどっか行ってるときだいたいテレビだから。テレビ見てんな。どうしようかな、ちょっとメイク道具買ってて。そこ、はい、私もメイクしなきゃ。もうここ座ったら雑魚。ここに鏡置くのがいい。そこ座ったら学校だよ。学校だよって言うの。うん、それをお借りしてこっちに行ってくる。ついてないよ。うん、こっちに行かせてもらって。おいよー、ここにも入ったしんどい。ママって言われてんだけど。ママじゃない。あー、ボサボサ大きいですんで、髪はボサボサです。テレビ見てたらさ、目怖いよって言われた、うん、ぼーっとね。その顔わかるわ。だって名前だもん。名前ね。うわ、おいしそう。日本だけなのかな、ベーコン厚切りなの。そうなの。なんかアメリカとか買い替えじゃん。あ、そういうこと。うん、確かに。え、マジで逆にさ、アメリカとかが厚切りだと思ってたんだけど。本当にショックだった。確かにさ、ハンバーガーとかに入ってるやつさ、カリカリよ、薄いよ、うん、
ジブリの影響で厚切りがあるって勝手に思ってんだけど、でカリカリが普通なのか。これがベース、これ下地だよね。下地厚さでも全切ればいいだけよな。うん、アメリカでさベーコンあってさ、めっちゃ喜んで頼んだらさ、うん、パリパリカリカリのさベーコンチップス出てきたじゃん。確かに。でも日本にも悪くない、パリパリ。うん、パリパリが普通なんだよ。なんかな、パンケーキとかについてくらいパリパリだよ。パリパリが普通ない。はいはいはい。厚切りがあんまない。あ、そうなんだ。けど日本でしか見たことないって言ってたら、フランスに厚切りあったよって言われた。フランス、フランスめっちゃ行きたい。それな、わかる。フランス、イタリアに行きたい。一緒、隣だよね。隣なのか、近い。ローマに行きたいです。ベーコン火通さないと食べれない。あ、そうなんだ。うわ、めちゃめちゃ、うーダメだ。私厚切りベーコン大好き。厚切りベーコン、なんかさ、ブス、なんていうの、物産店とかにある、なんかさ、どこ、物産店じゃないのかな、塊ベーコンの、どこかで頼むわけでもないさ、うん、持って美味しくない。お店とかじゃなくて出店みたいな感じで出てるベーコンみたいな。うん、美味しい。なんか直入荷みたいな。美味しい、美味しいよね。うん、フランスからイタリア新幹線で移動する。新幹線なんだ。へえ、海外の新幹線見たことないね。ああ、食べることに疲れてる。しんど。最近の悩み。食べることに疲れます。うん。こう運ぶ、すくって運ぶのと顎をこう動かすのに疲れちゃう。赤ちゃんじゃん。うん、赤ちゃんじゃない。かゆ。タイに行った時電車乗らなかったんだよな。へえ。トク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 ね、トクトク行かなかったからか。電車ね、新幹線と電車何が違う、速さ。全然違くね。陸か空かじゃない。違う、新幹線と電車だよ。あ、電車ね、飛行機かなと寝ぼけてるかも。全然違う響きが。もうおもろい朝から。そんな寝ぼけるじゃん人って。もう寝ぼけるんだよ。寝ぼけて月にすぐと足をくじく、うん、ここでくじいた。そうだね、曲がり可能ね。そうだね。やばいやばい、ボキ。細すぎるけどな。ガチ焦るからね。そうやって言うけど実際めっちゃ焦るからね。グラブさん可愛かったな。うん、Oh, my God.
けようかな。メイクしないと。脳内停止。うん、スターテープか。脳内停止。動かして、動かして。え、無理、全然眠い。休みちょっとなんか全然眠い。私ね、8時間は寝ないと眠い。あそこ眩しい。だからそうなの、外が明るいんだから。太陽とともに目覚めるのね。はい、メイクするか、メイクするか。体が痛い。テレビを発見。え、全然動けないんだけど、びっくりしてる今。ごめん、ここにも入ってた。何もいいよ、あるものでできます。ナチュラルでいいから。扁桃炎治ってきたよ。クリアコンタクトにしちゃった。
メイクするか。メイクしよう。メイクするか一生言ってる。しなきゃって思ってるよ。なんかこの二重テープどない？私の場合はウルトラスーパー高速メイクですからね。何分で終わるの？15分。ウルトラもう終わった。はい、だって今日は適当なので。はい、ハイライトじゃなかった。ハイライトだよ。え、そうなの？うん、色薄なの？ツヤだもん。ツヤ用なのね。うん。筆ってどこにあります？これ。あ、シェーディングをしたいんですけど、指定はありますか？一番大きいやつじゃないかな。シェーディング？鼻にしたい。あ、鼻。これかな。ね、やった。はいはい。よいしょ。ありがとうございます。あとハイライトとチークお借りしてもいいですか？これ入ってる。ありがとうございます。ティッシュが取れない。やりますやります。メイクしますよ。今23分でしょ、うん、40分までに終わらす。しか終わらせないと、うん、よいしょ。高速メイク。
いはいはい。来週対面だよ。よいしょ。対面だよ。もっと痩せたら対面行きますだ。いいのにそんな。じゃあ私も痩せたら対面します。美容院で可愛いになりました。だって可愛い。はい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 。おでこだけでご飯3杯いけるってすごい。ありがとう、なんかご飯食べてくれて。お米の CM したら漏れやれます。お米の CM ってあるっけ。ん、お米に CM ってあったっけ。なんかあんまり見かけない。たまに見かける。確かにたまに。
見れてないか。待って、冬がやってくるじゃん。私の大好きな冬が。大好きっていうか寒いのは超嫌いなんだけど。あの冬が好き。あの寒いのが無理なだけだけのだけ。寒くて朝起きれないのがちょっと腹立っちゃう。マジで起きれなくない？うん、もう本当に人間じゃないかもって思う。マジで起きれない。そうなの。それが本当に嫌だ。あとお風呂上がり寒いのが嫌だ。買わなきゃ。ヒーター、脱衣所に置くヒーター買わなきゃ。寒いんでね。電気毛布も買わなきゃ。一生やってる。消えない問題がな、ちょっと厳しい。眠い。なんか、睡眠時間短い時もあるけど。短いのか。もうさ、やることやる時間がさ、もう深夜しかないからさ。わかる。やってたら夜遅くなっちゃって寝るの。で、朝眠い。わかる。帰ってきてご飯しなくて食べながら配信したりして終わってから寝たいことやってた。なんかぼーっとする時間長いけどね。いや、わかる。でもぼーっとしないと動けない。ゲームしてたら遅くなる。そんな。スイカゲーム。かなり今薬飲んでた。飲んでないよね。うん、多分。上がらないけど。薬って飲んだ記憶なくならん。わかるー、その気持ち。なんだっけってなる。うん。あれ？目の前に置いてあると余計なる。そうなの。あれ、これいつ持ってきた？次は錠剤を一度に何個も飲み込めること。そうですよ。飲めて3粒だわ。本日見て。え、無理、でかっ。6粒いきます。あ、脱走してるけど。あわ、タピオカの早飲みができるのかな。食道が広いんじゃない。喉太いのかも。首太いからか。糖尿病とか関係しなくない。
そうとか言われても分かんないくらいの誤差だけど。で、2つ目。前髪切りすぎた、マジで。前髪？切りすぎたんだよね、ちょっと。いい。いや、おぎちゃんタピオカ噛んでないよ。噛んでないよ。部屋飲みするとき。飲み込んでるもん。胃で消化されてる。ペットボトルここに置けばいい？うん。よくを結婚して、いいよーん。髪ボサボサ入ってないから、私もやらない。髪の毛マスカラ買わなきゃ。もうないんだ。おぎさんはメイク遅いんだけど、今日は激薄なので。早かった。やることやりな。そんな時間ないやんか。はい、やります。あ、待って、これ薬しまうの忘れてた。しまって。それは、よくありがとくま。スナイグルフォームとかの方がさ、よかったりするのかな。バンタムで。スナジルフォームは素材がいい。だからね、調べてる時間ないんだよ。で、あと思い立ったらすぐ行動。なんかまつげが変。まあいいや。そうなんだ。大人プリキュア見れてない。時間なくて、ちょっと。
ちゃんと見たいから。ちょっと待って。あ、ただ40分過ぎてたっぷりある。の中ってこと？うん、目の前のとこ。ここが、そうじゃん。ここにある。うん。言っていい？終わり。いいよ。やった。じゃあ待ってまーす。本当にパジャマでいいのかな。何がいいと思う。わかりません。パパは何が欲しいの。あ、マイマスクはしてない。服の場合はわかんなくて、服屋さんのギフト券あげた。あー、なるほどね。でも買いに行かないので、私はってか、そのタンプでは再びパジャマ。いや、なんか1年でなんか買い時かなみたいなパジャマ買わないのよ自分で。たママもパパ買わない、一番買わないけど、もらったら嬉しいランキング1。わかる。部屋で可愛い部屋着でいたいんだけど、自分じゃ買わないの。そんな自分にね、お金かけてらんないよ、そこ。そうなの、部屋で可愛くいたいよね。うん、よこ、結婚してもう一個来てた。あ、待って、めっちゃ来てた。ねえ、めっちゃ来てた。私は気づかないからめっちゃ結婚してほしいんだ。いいよごめんね、気づかなくて。必死にメイクしてた。すごいプロポーズされてた。めっちゃ部屋で可愛くいたいよ。じゃあね、自己肯定感を上げるために充実した私生活を送るために、部屋でも可愛くいたいわけです。可愛くいたいですよ。授業中だって。偉いよ。偉いんだけど、授業してて偉いんだけど、授業中に配信見てるの偉くないな。適当にいいよ前髪。この前のお話し家の部屋着はガチのやつだよ。普通に着てる。かわいいでしょ。おしめ部屋であれ着てんねんで、かわいいでしょ。大変でもいただき物だけど、全部いただき物かも。自分で買わない、自分で買わないから、夏とかはノイミ T シャツで過ごしてた。前は2枚ぐらいの T シャツを毎日トレードしながら着てた。いや、わかる。
家でグッズ着てるの。バラバラ。めっちゃ T シャツ着てたな。オッケー。ガチ何着よう。何着てんの。あ、思い出した。どうしよう。敵らしいダイソンのフィルター。大きくなったね。マジで濃いよ。もうさ、写真ホルダーがさ、自分の写真を消して増やしてるからさ、どんどん自分の写真が。私もだよ。だからこの間写真ホルダー整理したんだけど、うん、自分のはめっちゃ消したから多分ね。多いよね。え、やばいと思う。3000枚猫。うん、だってすでにとろろさんフィルターが2500枚なのよ。でもそのフォルダーに入れてない写真もあるし、動画も入れてないから大変なことになる。そうだよ。よし、じゃあ行くぞ。結婚してだって。え、無言無言した。イエイ。ちょっと準備しないと。あ、終わんなきゃ。終わります。突然の別れ。再び突然の別れですいませんね。いつもさ、顔がね、うつのうつでが、ね、終わってるのよ。そしたらいいのかな。ってことで、そうです、別れは突然。ディズニー行きたい。行ったら赤い。行こう。ハロウィンは行かないけどね。ハロウィンは行かない、絶対に。本です。ランキング、人混みは大変だ。そうだよ。ランキング見ます。10歳モグありがとぺこり、12通りすがりありがとぺこり、父何かありがとぺこり、10位サリーありがとぺこり、9位ノリピーありがとぺこり、8位おかずありがとぺこり、7位ミアンありがとぺこり、6位グーフィーありがとぺこり、5位コウありがとぺこり、4位タカヒロありがとぺこり、3位ヨシャクトありがとぺこり、2位ユッチョありがとぺこり、1位ヨコウありがとぺこり。ギフト読み漏れありそうだけど大丈夫かな。今日もイカラブさん行かれる方楽しんでください。いってらっしゃい。うー、近い。ってことで今日も元気に頑張ろう。いってらっしゃい。おやすみなさい。元気に頑張ろうね。